と引いた北勝富士、そこを吉風早い攻め、吉風今場所の初白星。北勝富士今日は引いてしまいました。走り争い、押して出ていく栃王山、左が入りました。吉風左頭をつけて右からも攻めていく、もろ差しを狙う吉風、それを防ぎに行く栃王山、攻める。吉風2本入った、左切り、吉風の相撲でした。釣れました。1勝5敗の栃ノ心、この2日間連勝している吉風、はい、と膝の変化、これは吉風対応です。左が覗いた、落としてみました、寄り切り、吉風の勝ち。吉風これで4連敗の後3連勝、星を戻してきました。中央、ああいい相撲になってきた、左が入った、互いに左四つです。吉風の右からの押し付け、寄り切り、吉風の相撲です。いい相撲でした。ああ流血です。制限時間いっぱいです。平幕で追いかける北
勝利と隠岐の海、八角部屋のこの2人が白星を伸ばして9勝2敗。ただ一人10戦全勝の横綱白鵬。さあ吉風、どんな相撲を取ってくれるか。40代式守伊之助の軍配打ち輪が返りました。張っていきました、中に入った、そのまま出た、寄り切り、吉風勝ちました。白鵬立ち合い合わず、少し力が抜けました。いや、白鵬が手を挙げてこれはアピールしていますが、これはもう成立しています。白鵬戻らない。あ、これは待ったはできませんね、自分から言ってますね。これはあのどこにも白鵬にアピールをする場面はありません。自分から踏み込んでいっています。結びの一番、全勝の横綱白鵬関を倒しました吉風関です。おめでとうございます。ちょっと最後はですね、どうなるかと思ったんですが、関取はもうしっかり。そうですね、中に入りたいとは思ってましたけど、気づいたら中に入ってて、横綱待ったと思って一瞬力抜いたんですけど、まあ、行司さんの残ったの声が、まあ、いつも以上にしっかり聞こえたんで、まあ、成立だと思って、もうあなたらもう出るしかないんで、はい、よかったです。立ち合いちょっとこう遅れるような感じに見えました。そうですね、思い切り当たってっていつも横綱のペースになるんで、なんかまあ根拠のない自信ですけど、横綱に、当たられても大丈夫だと、しっかりと懐に入っていこうと思って、そういう立ち合いをひらめいてやったら成功しました。